好，我们真的要回去跑主线喽，一下下而已，这个章节就要结束了。哦，马蒂啊，马吉们，怎么啦？我要回家睡觉，也可以被找茬。啊？誰やお前ら。オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろ。オデッセイ。望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。支配人が納得しても俺らが納得するか。無理によってうちのナンバーワンを引き抜くた。ええ度胸しとるやないか。あんた、お客様は神様や言うて、客に土下座までするらしいやないか。夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金が欲しいか。这几个脑袋有洞吗？客には通用しても、俺らに土下座は通用せんで。客人是神。仅限于在店里啊！现在可是在外面呢，谁吃你那套啊？啊？お客様は神様。うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めてるわ。せやけど、客やないなら話は別。まして、喧嘩売りに来たチンピラなんぞに。俺が優しいと思うな。上来找茬的。大層な口聞けんのも今のうち。カマ、やってまえ。来陪哥玩玩吧。双截棍哥，哇，这个双截棍还哔哩哔哩的，带电的，你这样手拿着没事吗？我们来看一下有什么新武器可以玩啊？雨伞，哎，来玩一下雨伞好了。哎呀，耐久值没啦，那玩拐棍。拐棍不是这样用的吧？強すぎる。なんなんやお前は。会怕。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。ただその後どうなるかは保証すんぞ。お客様は神様やからな。这群低智能生物。不过奥德赛那群人怎么又来找茬了呢？不是那个条件都谈得好好的了。去公寓看一下，我刚刚在公寓下面发现一个好玩的东西啊，这个雨月溪，哎呀天哪，这货又是谁啊？也是什么动作片明星吗？我的资料库真的太过老旧了吗？真的需要找个时间来好好的更新一下。然后这个被恶搞的日本健康党，欸，然后上面都被恶搞，欸，被画了什么奇怪涂鸦。日本真的有这个党吗？日本健康党我是没听过啦。哇天哪，真岛君堂堂经理耶，夜王耶，怎么住这个破烂的房子啊？
对面那个人是哇，眼神好杀哦，不止一个哎。被监视了，哦，我知道了，所以这一章的标题才会叫做この街は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。才会叫做兄弟。兄弟。关于这个兄弟，我相信后面章节也是会解释到啊。第四章，黑道的证明。第四章一开始会有那个回顾啊，真岛君的回顾，就是他关于以前的事情啊。哦，兄弟，哦，这位就是真岛君，你们没看错。持ってきたんやろな。啊，长相差很多啊。まがいもんは一切なし。道島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして、36発発射できる。36発か。相手は上野義春とその場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して何のつもりなんすか。柴田担当直入に言います。今日の上野義春の襲撃、真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義晴を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば堂島組長や島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうんか。このまま見殺しにせえっちゅうんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないなもん、とっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、被卖了。柴田、这么用力会死人吧。这边就解释了那个真岛君的眼睛怎么没的。お前には失望したで、真島。島野の親父、極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。
心せえ。別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください。親父。这就是真岛过去的经历，不过他已经从那个黑牢里面出来了，诶，好像不是黑牢啊，怎么讲？反正就是一个被惩罚的地方啊，他被放出来了，但是是有条件的，被监视着，要为他的主以前的那个黑道工作。他现在也是拼了命要回去那个地方，为的是什么呢？啊，为了就是他的兄弟啊，他的兄弟那一天杀了18个人，然后现在坐牢中啊。他回去的主要目的是要让那个兄弟出来以后有个怎么讲，有个生存的地方就对了。可是杀了18个人呢，我不认为他出来哦。日本有死刑这东西吗？这我就不太清楚了。哎呦，睡了一觉醒来变帅啦。啊，这个过去的噩梦一直在纠缠着他，每晚都会梦到吗？真辛苦。哎，真岛君住的地方离他公司还真近，哎，隔一条街就到了。早安，哇，店长自己出来迎接我，哎，真有心。我只是做我的工作而已。不过为什么不事先说一声呢？除了西之外，居然还有另外两个人过来。嗯，当初谈的条件不就我们要吸他们头牌而已啊，小吸。所以他买一送二的意思吗？哎，不对，我觉得怪怪的。这个白送的另外两个，我觉得有问题哦。怎么可能这么好？野之帝王。还是为了赔罪啊？他们之前还派人袭击那个真岛，多送两个是赔罪的意思吗？狐狸姐姐午安啊。女主角呢？哎，别急别急，晚点就出来了。支配人，お電話です。あの、オーナーだって言ってるんですけど。是那个讨人厌的老头吗？是处处刁难真岛啊。何の用や。お疲れさん。お前ちょっと今から出られねえか。な。いやさ、お前と飲みたくなってよ。どういう風の吹き回しや。あいにく、あんたと酒飲むくらいなら、自分のションベン飲む方がまだマシや。やめとけ。あんまりうまいもんじゃねえぞあれは。店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は明日葉公園で待ってる。早く来いよ。这货不知道打什么主意呀、啊？オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるかわからんから、あと頼んだで。わかりました。主任にも伝えておきます。すまんの。明日夜公园。